スタニスラフ・チェチェクは、オーストリア・ハンガリー帝国、チェコスロバキアの軍人。チェコ軍団ペンザ・グループの指揮官を務め、帰国後は、陸軍副参謀長などを歴任。最終階級は中将。中央ボヘミア州、ベネショフ・郡リスの出身。当初、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍で、第一次世界大戦に従軍し、その後ロシア軍に投降した。 1916年末から1917年、ウクライナに滞在。1918年5月20日、チェリャビンスクのチェコ軍団代表会議に出席し、分散した各グループの行動の調整、現地白軍組織との関係樹立のために3人から、なる、軍事会議に加わった。5月28日、ペンザで、ボリシェビキに対して反乱を起こし、スイズラニに進軍した。 6月8日、注意として、サマラのソビエト権力の打倒に参加し、白軍によるサマラの統治と東方での構成の必要性を表明した。その後、単位に昇進し、チェコ軍団の援助により、ウファが奪取された。7月初め、サマラに戻り、大佐として第一チェコスロバキア師団長となった。チェチェクの指揮のもと、7月6日、ペンザグループは、 チェリャビンスクグループと合流した。この間、ズボロフの戦い、バーフ町の戦いを指揮。シンビルスクで白軍運動を組織し、チェコ軍団最大のペンザグループの司令官となり、セルドブスク・バラシェフ、ペンザ地区に展開した。7月17日、人民軍全軍とオレンブルク及びウラルコサック軍の動員部隊の総司令官に任命。 7月中旬からボルガ戦線司令官。8月30日から1919 19年1月まで人民軍司令官。チェチェクニシキカに作戦本部が設置された。火山の脱出問題に関して増援を待つことを主張したため、カペリトナカタガイ氏。また、人民軍のロシア指導部とも緊張関係となった。1918年9月、少々に承認し、 1920年まで在シベリアチェコ国家会議の指導者となった。10月、ウラジオストクに到着。この頃までにチェコ軍団将兵は戦いにあぐみ、祖国への帰還を願い始め、チェチェクの影響力は低下し始めた。1919年1月から1920年9月、在シベリアチェコスロバキア軍集団司令官。1920年9月、 チェコスロバキアに帰国。12月より、翌年10月まで陸軍副参謀長を務めた後、フランスのサンシール陸軍士官学校に留学。1923年卒業。帰国後は国防省航空部長に就任。またプラハで、トマーシュ・マサリクのボランティア団体の設立に携わった。1924年10月、中将に承認。 大統領府軍事部長に就任した。1929年、チェスケーブジェイオビッェを管轄する第五師団長に就任。空港の建設を計画するなど、同志の発展に寄与したが、ロシアでの古傷が悪化し1930年5月29日、死去。去年43。マトリクニーザスナム王を鳴らさないエクトハットバートス、ジョゼフ、コバーバ、 ストニースロブトラプル、ミロシュ。アセブナスティチェスキークディジェン、オーラモッツ、アルダ、1995、ISBN8085600390、コピットラシーセックスタニスワフ、S46。ありがとうございます。